前半6分のシーンです。大谷から島へのボール、胸トラップでシュート、先制点となりました。まあ、うまくボールも止めましたからね。そうですね、タイミング抜群、胸トラップからイメージを持った、ボレーシュート完璧でしたね。はい、こちらが27分です。倒されて PK を獲得しました熊本。1点を追いかける中でアンに期待がかかったんですが、ここはキーパーセーブ、カルバハル非常にいいセーブ見せました。まあ、この今シーズンを占う PK になるんじゃないかなっていうぐらい大きな PK だったと思うんですけど、はい、まあ、これあんま外してしまいましたけどね、まあ、最後結果出て本当で後半の18分がこれが黒木から田中のホットラインでのヒットという形でゴールが生まれました。左サイドから右サイドへですよね、はい、ウィングバックの選手がうまく前線に絡んで田中達也の同点ゴール。後半の37分です。コーナーキックからアンのヘディングシュートこぼれて鈴木が詰めてゴール。追加点を奪って熊本が逆転となりました。この時間は本当に熊本の選手たちの前に向かうゴールに向かう気持ちが本当大きく現れてましたね。後半の41分、右サイドシシーニョがクロスで途中出場のゴヤのヘディング、